黒王中は、スズメモクスズメアモクカラスジョカ王中カに分類される鳥である。全身、黒色で覆われている。翼は黒ずんでおり、光沢があり、目は赤色をしている。尻尾が二股に分かれているのが特徴。体重70から125グラム。南アフリカ共和国、カラハリ砂漠、サハラ砂漠南部と広範囲に生息している。 普段は高い木の上にいて見張り役、用心防役をしており、猛禽類などが飛来すると、噛んだかいアラームコールを出して、仲間や他の動物に警告している。ミーアキャットは、苦労中の警戒性を覚えており、その声を聞くと敵が来たと判断して立ち上がり周囲を見回したり、巣穴に逃げ返る習性がある。 クロオチュウは長いお葉も持ち高い飛行能力を持っているので、夏の間は飛んでいる昆虫を巧みに空中で捕らえて食べている。しかし、冬になると昆虫が飛ばなくなり、食料が乏しくなる。すると、クロオチュウは、ミーアキャット、チメドリカなど、他の動物が餌を見つけ食べている最中に、偽のアラームコールを発し、その声を聞いたミーアキャットなどの小動物が慌てて、 獲物を置いて逃げたのを見計らって、その獲物を横取りするというずる賢さを持っていることから、泥棒取りと呼ばれる。偽の警報を鳴らして、日々の摂取カロリーの4分の1を獲得することができる。クロウオチュウは、声真似が得意で、クロウウチュウ以外の動物の声色を真似ることができる。ある研究者が調査したところでは18種類の動物の声を真似ることができたという。 黒王虫は、チメドリか、ムクドリなどの他の鳥の警戒性や、ミーアキャットの警戒性、ワンワンという声まで、上手に真似ることができる。黒王虫本来の警戒性を出すインチキばかり、繰り返しているとさすがに、ミーアキャットもインチキに慣れて引っかからなくなってしまうが、ミーアキャットのワンワンという声まで真似られると、さすがに、ミーアキャットも引っかかるのである。黒王虫が、 偽の警戒性ばかりを出すと、やがて他の動物がそれを見抜くようになりそうだが、怖い色を多数使い分けており、おまけに、ちゃんと本当に敵が来た時にもしっかり本来の警戒性も出してくれ、他の動物たちにとって生き延びるのに役立っているので、苦労中の恋に反応し続けているのである。木に巣を作り、2から4個産む。ありがとうございます。